場所はもともと米軍の射爆場として使われていましたが、1973年に国に返還されたことから公園になっています。コキアはホウキグサとも呼ばれ、秋になると紅葉し目を楽しませてくれます。ここでは3万本余りが栽培されていると言われています。58メートル、ひたちなか市の最高地点となっています。鹿島灘から筑波山まで見ることができます。パンパスグラスの原産地はブラジル、アルゼンチン、チリなどの南米大陸の草原になります。秋空に映えるコスモスはとても印象深いものになりました。